砦の夏の風物詩、砦利根川大花火。8月の初旬に行われ、砦駅から近いこともあり、県内外から10万人以上人々が訪れます。土手は見物客で埋め尽くされます。いよいよ第一発目が打ち上がります。昭和5年、大利根橋の開通を記念して始まったこの花火大会は、4号から尺玉、スターマインと約7000発の花火が夜空、そして川面に彩りを加えていきます。しばし色、形の違う花火をご覧ください。有料の桟敷席、約2000マスが用意されています。ゆったりと大迫力の花火を鑑賞することもできます。光と音の共演は夏の思い出として人々の心に残ります。